ハニューる、初のツアー開催が中国ンを大興奮させる、永遠に予測不能。フィギュアスケートのスーパースター、ハニューゆずる、28、が待望の初ツアーを開催することが発表され、これに中国のファンたちも大いに盛り上がっています。彼の熱狂的なファンたちの反応は、ソーシャルメディアを通じて広がり、彼らの期待と興奮がツアーに対する注目を一層高めています。この記事では、 ハニューゆずの初のツアーに対する中国のファンの感動と期待、そしてツアーの詳細に焦点を当て、その背後にあるストーリーを追います。ツアーの詳細、11月からスタートするツアーは、イアーラハニーアイスストーリー 2ND、RE、ブレイツアーと題され、埼玉スーパーアリーナ、サマーアリーナ、ピアーリーナ MM での公演が予定されています。このツアーは、昨年のプロローグと今年の ギフトに続くハニュー、波ユ譲ルの単独公演として、彼のファンにとっては待ちに待った瞬間となっています。制作葬式を務める波ユ譲ルは、公式ウェブサイトで、RE、プレイについて、ゲームの世界からの倫理観や価値観も入っていますと述べ、一度しかない命と繰り返し、可能なゲーム、そして相反するものの中で見つかる大切なことに触れました。彼の言葉やスケートを通じて、 彼がどのようにしてこのパフォーマンスを表現し、ファンに伝えようとしているのか、興味深いポイントです。ファンの興奮。中国の SNS プラットフォームである美広氏では、羽生譲弦のツアー情報が速報として拡散され、これに対するファンのコメントが殺到しました。その中には、ツアーって何アイスショーのツアーが来た。永遠に予測不能。これが羽生譲る。といった驚きと歓喜の声が散見されます。 これはまさに、羽生ゆずの存在が彼のファンたちにとって、いかに特別で不確か訂正に飛んでいるかを示すものです。また、ゆずが来る。いや、ホテル予約済み、会えるのが楽しみといったコメントからは、ファンたちのツアーへの期待と準備が感じ取れます。これは羽生ゆずが単なるスケート選手を超え、ファンとの結びつきを大切にしていることを示唆しています。ファンのコメント。ファンのコメントには様々な表現が見られ、 その中には、興奮で手が震える、ゆず、今回の埼玉ではプーさん投げてもいいのといった軽妙なものから、日本には行けないけど、全力であなたを応援します。中国にも来てほしい。次はアジアツアーをお願いしますといった熱いメッセージも参見されます。これは、羽生ゆずるが国境を越えて国際的なファンベースを持つことを証明しており、その影響力がどれほど大きいかを物語っています。 羽生結弦の初のツアーが中国のファンに与えた興奮と期待は計り知れません。彼のスケーティングだけでなく、彼のパフォーマンスや言葉に込められた深い意味が、世界中のファンに感動と共感を呼び起こしています。ツアーが始まることで、彼のファンたちは一層結束し、共に喜びを分かち合うことでしょう。そして、羽生結弦のこれからのスケートキャリアに対する期待も高まり続けることでしょう。